私の推し世界遺産1154分の1。私にとって世界遺産とは自分です。今回のゲストは小俣智也さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。いやこんなにイケメンだと思わなかった。あのワールドスクエアの主催をされてらっしゃるんですよね。まあ、主催というか、一応大輔さんっていう方と作ったって感じですね。はい、すごい、はい、簡単に皆さんにプロフィールをご紹介いただけますか。はい、小俣智也と言います。今は東京の大学院の、修士1年生で理系なので、理系チックな研究をしています。はい、理系です。なんです、え、今世界遺産検定お持ちなんですよね。持ってますね。理系文系が多いんですよ。それは分かります。まあ、だからこそなんかこう自分ができることがあるのかなっていうのがあるので、まあ、そういうコミュニティを始めたっていうのがありますね。そのワールドスクエアっていうコミュニティはどんなことするんですか。マイスターを目指す方とかが一緒に議論したり、慶応大学の世界遺産コミュニティがあるんですけど、そこの方々とコラボしてプレゼン発表会とかそういったことをやったりしてました。いやすごいね、大学院生ってそんなもうコミュニティを主催されたり、大学同士をつなげるコミュニティを運営してる。まあそういう形にはなるかもしれないですね。マイスターを挑戦されてる方はぜひこちらに入ってください。私も入ってるんですけど実は。はい、ありがとうございます。小俣さんは今世界遺産検定何級お持ちなんですか。世界遺産検定は1級まで持ってます。おすごいですね。ありがとうございます。なんでそんな理系の方が世界遺産検定を受けようと思ったの。そのなんか検定に出会ったきっかけから教えてもらえると嬉しいです。もともと高校から高専っていう5年間通う学校があって、まあ、僕は土木を学ぶっていう、まあ、ことになってたんですけど、で僕はもともと考古学が好きで、そうなんですよ。で土木を学んでいると考古学っていうところが勉強できないじゃないですか。そうなんだ、はい、一緒にはできないんだ。一緒にはできないです。全然ちょっと違う分野なので、で考古学を自分なりにこう検定とか資格取って勉強したいなって思った時に、その世界遺産検定っていうのを見つけて、で世界遺産検定だったらちょっと考古学チックなところも、まあ、遺跡とか結構あるので学べるっていうのがあって、そこから世界遺産検定を受け始めたっていうのがきっかけですね。特定のこの遺産が好きだからとかっていうのはあったんですか。あ、でも土木とか建築とかは好きっちゃ好きですけど、なんかこう世界遺産と土木をなんかその時はうまくこう関連付けて見てなくて、学んでいくうちにこういろいろ土木の遺産とか結構あったんですよ。だからそこもこう世界遺産学んでて面白いところかなと思ったところの一つかもしれないです。聞くところによると一級を首位ですね。国内トップなんですかね。すごいね。いや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 。え、そうなるとどうなるわけ。そうなると、うん、あ、これ言っちゃってもいいんですかね。そうなるとここだけでその世界遺産検定の事務局の方から、うん、まあ、連絡が来ますと、うん、はい、はい、まあ、ホームページにも載ってると思うんですけど、うん、トロフィーと、まあ、賞状がこの後送られてきますと。でもし可能であればその学校で表彰させていただきたいっていうお話が向こうの方々から来るの で、うん、でそれで学校で表彰、はいはいはい、学校が OK 出したら、うん、こう皆さんの前で世界遺産検定でトップで合格した方ですっていうちょっと変人扱いされる機会をもらえます。はい、すごいね。え、どんなものをもらえるんですか。そのトロフィーってどんな感じのやつ。ここにある、ここに出てくる、もしかして写真もらえる。ここに、はい、お出しします。クリスタルだっけ。そうです、クリスタルで、僕の時はパリのセーヌだったかな。それがこうちょっと書いてあって、でそこに自分の名前が入ってるので。名入りなんだ。そうです、世界で一つだけのクリスタルですね、多分。それがもらえますと。それってなんかルールあったよね。確か200点中
185点以上で、かつその受験者の中で一番得点が高い人がもらえるっていう、多分あれだったと思います。すごい。じゃあ何点取ったんですか？僕は192でした。やばちょっとガチでやってたので。すごいね。何問間違えたの逆に？8、あーでもそっか、1問、5問ぐらい多分間違えたんですけど、まあなんか、いや5問いってないよ、だって1問2点か3点あれそうでしたっけ、うん、3か4か5ぐらいだった記憶はありますね。すごい、そんな風に言ってみたい。みんなの憧れだと思うよ。いやいやいや、まあ1年間半ぐらいガチで勉強すればもう取れると思います、誰でも。1年半ぐらい、僕はちょっと部活もがっつりやったので、うん、夜とかにもう毎日2時間ぐらい、1年間ぐらいかけて、うん、もう本当に取りたいと思ってたんですよ、すごい最初から、うん、で、まあ、無事に取ったっていう感じなので、本当に勉強量だと思います。勉強量だよね。はい、インプットだもんね、あれ。あ、そうです、ね、もうひたすら空き時間本読んで、その検定の本読んで、うん、夜はもうこうアウトプットする作業もこう繰り返しやってて。そのアウトプットはどうやってやったの？どうやって勉強したの？勉強方法か、うん、本当に暇な時とかは検定本をもう読んでますし、うん、結構もう何週も してくると、だいたい 3、4週目とかだと、もう他の遺産との関連だとかもだんだんこう見えてくるようになってきて、うん、関連してるところはどんどんノートに書いてって、うん、でまた関連してる遺産見つけたらそれも付け加えていってみたいな感じで書いていくと、なんか最終的にこう世界遺産リストの構造みたいのが見えてくるんですね。それ見たい。それさ、つながり気にしていくと、なんて言うんだろう、重複するじゃん、絶対に。します、ね、重なってるから、いろんな、はい、遺産が。だからなんか何回も復習するっていう感じになってくる気がしない？うん、そんな感じだと思います。例えばローマの遺産とかも、うん、もちろんそのヨーロッパだけであるかもしれないですけど、アフリカとかにもちょくちょく出てくるじゃないですか。なんか名前とかも結構、あれこれ聞いたことあるぞっていうのが出てくるので、そこでつながりが見えると、あ、面白いっていうのも一つ出て、またモチベが上がっていくみたいな、そういうのもあるかもしれないですね。なんでまあ頑張ってください、もし目指す方がいればなかなかいないかもなんですけど。92点はすごい。いやでもなんかこう受けた時は自信なくて、なんか僕が調べた感じでは198ぐらい取らないと1位になれないっていうのを結構下調べしてたんですよね。終わったら自分で自己採点するじゃないですか。で192だったんで、あ、今回ちょっと無理だったかもなって思ったんですけど、無事に。なんで190が多分ボーダーかもしれないです。190超えたら可能性がある。なるほどね、はい、190で泣いてる人いるかもしれない悲しい、それ上には上がいるってことさ。え、逆にさ、記憶があったらなんだけど、何を間違えたの？いやでも間違えたのは日本の遺産ですね。本当？あ、そう。やっぱなんかこう広く目を向けすぎてると足元をすくわれるというか、もう本当に多分日本の遺産を3つぐらい間違えた気がします。なんでもう基礎は固めておくべきですね、やっぱり学んだことは。尾形さんはマイスター受けますか、これから？マイスターは今ちょっと悩んでて、いろいろちょっと他のこともやりつつなので、あ、まあ、時間があったら受けたいなと思ってる感じですね。ぜひ受けてほしいよね。尾形さんに教えてもらいたいよね。いやいや、教えるほどのあれじゃないで。いやいや、はい、まあ機会があったら受けたいと思います、うん、はい、お願いします。検定を取ってから何か変わったこととか良かったことありますか？いやでもこのコミュニティを作るきっかけになったっていうのは、まあもちろんありますし、考え方っていうところでもやっぱり世界遺産っていろんな特色とか、まあ、多様性とかが、まあ、あるものなので、なんかこういろんな人とお話しする機会を、まあ、設けて、なんかこう自分の中でいろんな人の意見を聞きたいっていうような思いを持つようになったっていうのは、一つなんか大きく変わったことかなっていうのがありますね。す
すごい共感する。私もこうやってインタビューしてるのはもうまさにみんな の, その個性がもう粒揃いでめちゃくちゃいいんですよね。でそれを紹介したいなっていうのと、あと私自身が興味がある。ありがとうございます。こうやってさ話をしていくといろいろ化学反応とか起きるじゃないですか。なんかそういうのを目論んでのことですか？あ、もちろんもちろんそれありますね。やっぱなんかこう一人だと絶対考えて一つに収まっちゃうじゃないですか。なんでこういろんな人とこう接する中でこうどんどんなんか化学反応を起こしてなんかこう生み出したいっていうのはあるので、それはまあ一つの狙いですね。はい。なんか生みましたか、もしかして？え生まれました？なんかまだ生まれてないっすね。もうちょっとぐらいのところが。本当もっとの多くの人とで世代も下から上までいろんな人と関わったらもっといい化学反応が生まれるんじゃないかなと思います。そうですね。やっぱこの世界観の魅力って本当そのおっしゃるように世代間の交流ってめちゃくちゃあると思うんですよ。とかあと異業種の交流とか、全然違う人が世界遺産っていう同じテーマに魅力を感じて集まってきてくれて、そこでこう同じテーマで話ができるってなかなかなくないですか？ないっすね、うん、だからそこが世界遺産のいいところかもしれないですよね、うん。私もコミュニティ参加します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとまだなんかいろいろ整備できてない部分があるので、うん、あのそこは今本当に現在進行形でやってる部分なので、うん、ちょっと盛り上げていきたいと思うのでよろしくお願いします。お願いします。はい。尾形さんね、ちょっとプロフィールのところに戻りたいんだけど、どういう人なのかが知りたくて。そうですね。どんなことが好きとか、なんか趣味とかあるんですか？趣味か、うん、趣味は基本的には読書したり、うん、いろんなコミュニティに参加したりだとか、うん、まあ、大半は研究をしてますね。学校の研究ですね。そのコミュニティっていうのはどういう分野の？土木とかですか？いいね。そうなんですよ。なんか土木ラボっていう、まあ、学生団体があって、まあ、そこのコミュニティに参加して、うん、ちょっとコンテストのお手伝いしたりとか、今はちょっと辞めちゃったんですけど、学生ベンチャーに所属してて、そこでなんかウェブの開発のプロジェクトとかいろいろちょっとやってて、もう暇さえあればそういったところに手を出してきたって感じですかね。ウェブのプログラミングやってるの？プログラミングやってます。すごいね。世界遺産ってどうしてもなんか情報分野の、まあ、躍進みたいなところを逆らうっていうちょっと流れがイメージがあるじゃないですか。まあ、確かに。だからそういうなんか性質がゆえになかなかこう世界遺産と IT がちょっと切り離されてるなって思うところもあって、なんかそこをこううまくつなげたらもっと楽しいこととかできるのになって思ったりしてたので。いや私もそう思うよ。あ、思いますか？うん。 AI とか AR とか NFT とか最近あるじゃない。はいはいはい。詳しい。なんかいやでもなんかちょっと勉強してて、そのさ世界遺産ってこう戦死時代の遺跡とかってなかなか展示が難しいとかさ、あと外にある遺産風化 しすぎちゃうからちょっと屋内でみたいなことがあったりするし、なんか自然遺産もなかなか中には行けないじゃない、コアエリアとか、ね、はい、だからそこはバーチャルな世界で見せるとかっていうのもありかなとも思うし、どう思いますか？いやもうまさにその通りだと思ってて、結構研究とかだとなんかそういうのは進んでるんですけど、こう一般人がってなるとなかなか難しいっていうのもあるので、こう入りにくいっていうのがあると思うんですね。なので僕はなんかそこの最初の壁を越えたいなと思ってて、そこをこううまくコミュニティとかを使って触れられるようにしたいっていうのがありますね。だからもっとこう世界遺産と情報的なところを近く感じてもらいたいなって思ってます。はい。希望の星。いや今さ院生でしょ？大学では何を勉強してるんですか？大学では、今融合理工っていう、なんじゃそりゃ、理学と工学をこうごっちゃにして国際問題みたいなちょっと解決していくような知識とかスキルを身につけようっていう学科にいて、研究自体は生態系とかの研究をしていますね。主に海とか沿岸の生態系なんですけど。ちょっと待って、全
然今ピンとこなかったんですけど、理学と理学と工学、工学でしょ、はい、それに自然なの、自然ですね。へー、あ、何かを作ったことで自然が破壊されるとかそういうこと、それもありますし、まあ、理学っていうのは結構自然分野が理学っていう風になるんですけど、そういう理学で生まれた知識とかを合わせてこう自分たちが作るっていうのが工学で、で、まあ、工学でこう人間たちがこう今いろいろ開発とかしてますけど、またそれちょっと環境が良くなくなっちゃったよねっていうのがあって、でそれをまたこう戻すためにはどうしたらいいかっていうのもまあ勉強してますし、そのなんか理学と工学の中心の中にその今言った環境をこううまく戻したいっていう課題とかもあったりして、なんか本当にいろんなことをやったりする学問です。ちょっと難しいですけどすいません。いやでも今時だね、 SDGs ってことだよね。いやもうまさに SDGs とかの授業とかもこうあったりしてて、本当にそういった環境問題とかそういうのをちょっと学んだり今してますね。日本の未来を支えてください。支えられれば られればちょっと頑張って、はい、支えていきたいと思います。わー、楽しみですよ、はい、まあ、合わせて世界遺産もね、こう盛り上げていければと思うので、ぜひお願いします。ぜひお願いします。視聴者の皆さんもお願いします。お願いします。さすがリーダーいやいや My favorite はフランスの世界文化遺産ポンデュガールです。おー、はい、水道橋ですよ、ローマの。ポンデュガールです。はい、なんでポンデュガールなんですか。ポンデュガールは、うん、まあ、僕が土木好きっていうのがあって、うん、で僕は世界遺産検定の2級から始めた人なんですけど、おー優秀その2級のテキストにも確かポンデュガール載ってて、で実際にその学校の授業とかでもポンデュガールが出てきたんですよ、うん、へえ、そうなんだ、はい、なんでそこで初めてこう世界遺産と授業の内容が重なったっていうのがあって、うん、すごい記憶に残ってて、それが好きな理由の一つでもありますし、うん、まあ、その世界遺産の特色的にも、うん、そのなんすか、このめちゃめちゃ長い距離をちょっとの高低差でこう、うん、こうだこうこのなんていうかスロープみたいな感じで、ね、スロープで流していくっていうそのローマ人の技術、はあ、まあ、その2つが主にその好きな理由ですね。私あんまりこうポンデュガールの構造を詳しく知らないんだけどあれってさ、上に こういう形になってるってこと、これここに水が流れてんの、あの流しそうめんみたいにそうじゃないですかこう流しそうめんみたいにこう橋の上をこうバーって流れてるじゃないですか。ああ、そうなんだ。多分でめちゃめちゃ距離あって、はいはい、でそのこっちとこっちの高低差が大体30とか50しかないんですよ。あ、そんなんなんだ。なんで1キロあたりもう何センチとかのあれをめちゃめちゃ昔にこう作ったっていうその技術力、うん、すごいね。やばいっす、もうやばいっすもうやばいっす本当に、そこはもう感動ですよね。学んでてすげーってなりましたし、やっぱ水利技術ってさ、うん、それが文明を支えてきたと思わない？もうインフラじゃないですか。そうなの。もはや、だからそれのおかげでもうその文明が栄えたっていうのもありますし、うん、だよね。だって人間の 90% 以上水なんでしょそうらしいですねだから大事っすよ。大事だよ、ね、水はもう必要不可欠なんで。ねえ、本当だよね。誰にとってもえ、あれはどういう風になってるの？その三層構造って言ってるの。三層構造はなんか意味あるんですかね。なんか頑丈に作るあれなんですかね。なんかその水を流す分にはもう下のこう土台っていうのはそんな必要ないじゃないですか。高低差があれば流れるんで、うん、ただその三層っていうところは多分なんかなんだろう、壊れない仕組みっていうか、なんかこだわりというかそれじゃなきゃダメっていう理由があったのかもしれないですね。確かにね、はい、当時 のああいう水道橋ってああいう形だもんね、全部ね、うんうんうん、そうです、大体こういう酸素が重なってっていうバーッ、でもあれもあれで今にないなんか感じなのでいいですよ ね美しいというか、うん、景観とかも結構好きですね。あ、水道橋とかは
やっぱさ、考古学とその土木っていいよね、いいよねっていうか私もあんまり詳しくはないけどさ、うん、土木とかは意外となんかこう、うん、当たり前に感じるところがあって、うん、なかなかこう目が向けられないところなんですけど、なんかそこに気づくとすごいなんかちょっと深かったり、うん、面白さもあるので、うん、土木もちょっと広めていきたいですね。ね産業遺産とか土木遺産も結構あるので。ああそうだよね、はい、そっか、産業遺産も好きなんだ。産業遺産も結構好きな分野かもしれないですね。人のね、技術の結集と、何て言うんだろう、流行というかそうですね、結構時代的には最近なので、うんうん、あんまりこう興味はないところかもしれないですけど僕はちょっと逆にそっちのところに興味があるので、はい、なんか産業遺産もなんかこうもっと注目されてほしいなっていう。やっぱ1850ぐらいからこうだん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 こう登録されてきたものじゃないですか。鉄鉱山の世界遺産とか結構あるじゃないですか、世界とか見ても。なんかこう昔って結構すごいもの遺産多いじゃないですか。ただ産業遺産が相対的にこうなんかフォーカスされてないっていう、そこに魅力を感じるというか。なるほどね、はい、レア感。そう、レア感ですねそこのレア感に、まあ、自分が興味があるっていう感じですかね、うん、もっと不均衡を是正してほしいまさにまさにまさにその通りだと思いますでもレア感なくなるよ。レア感なくなっちゃいますねまあでもそれもそれで最終的に行き着く先なんじゃないかなと思うので、うん、そうだよね。近代的なものって今は近代だけど、もう100年したらね、もう古代になりそう。いや、本当そうなんです。だからこの今渋谷いるんですけど、この渋谷の街がいつか世界遺産になる可能性もなくはないので。やばいね。やばいです渋谷今オリンピックの東京じゃないですかいやでもあるかもしれないよね。いや本当にありますよ、うん、現代的なのが世界遺産になるって考えられないじゃないですか。考えられない。だから本当になったらすごいなと思いますけど ね、うん、ね、そうだよね。だってローマ人だってさ、そんなこんな何百年とか何千年超えてさ本当ですよなるなんて思ってないよね、自分たちの生活が。これそれがもう当たり前にそう、自分たちのベストな状態がもうそれだったんで、ね、将来的にそうなると多分思ってなかったですよね。だよね、うん、すごいロマンあるわ。ロマンありますね、世界遺産やっぱり、うん将来の夢は何ですか？一応就職先は決まってるんですよ。おめでとう。ありがとうございます。そこは建設のコンサルタントなんですけど。あ、ぴったり、はい、ぴったりっすか、うん、ぴったりっすか。建設のコンサルぴったりそっか、うん、いやそれは良かったですそうなんですよ。で主にその河川分野のコンサルをやるんですけど、はい、それはまあ一つのまあ、夢というか就職活動してて、うん、まあ、やりたいことだと思ったので、うんうん、その、まあ、日本の河川とか、うん、あとは世界の河川とかそういったところを、うん、まあ、その今洪水とかも結構起こるので整備していきたいっていうのが、まあ、一つの夢ですし、こう世界遺産に関して言えばもっと、まあ、広げていきたいとか、うん、なんかこう世界遺産検定の先を超えるこう何かを ね作っていきたいっていうのが壮大ですけど。思うよ。思います取って終わりじゃないもんねそうです、こっから先ですから。そうだよね。なんでその先のところをね、うん、ちょっと作っていきたいかなって思ってます。すごい。ちょっと本当にいろんな方の協力が、うんうん、必要だと思うので、うん、今関わっていただいている方ありがとうございます、うん、そしてなんか関わる機会がもしあればぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ今日のゲストは小俣智也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。